奈良野ベ天は、バラモン教、ヒンドゥー教の神ビシュヌが、仏教に取り入れられ、語法前進とされたもの。奈良野ベとは、ビシュヌの異名、ナーララアヤナの恩者。ビシュヌの恩者として、ヒ質、ツ、紐、ヒモ、モ天とも記述される。大力があるとされ、価値力と訳される。仏、菩薩の剣語を例えてなら、野辺み、奈良野辺力という。無料、受刑では、 宝蔵菩薩が誓岸の中で、自分が建設する、極楽浄土における求道者が、ナーラーヤナ人が金剛で打つような体を持つように、すると語っている。また、大地ドロンでは、ビシュヌ人を簡約して、変門と言い,い、四比にして海をそくり、和を自死根治町にキスと解いている。トンコの仏教兵器画などでは、ヒンドゥ教における、ビシュヌのように彼らに乗った姿で描かれる。 スリランカではビシュヌは仏教の守護神と信じられ神々を祀るで我にもビシュヌを祀ったものがある銃のアバターラを描いたで我も存在するで我だけでなく寺院本堂の中にビシュヌ像が置かれる例も稀にあるスリランカではビシュヌ像の肌は青く塗られているペラヘラ祭りで行われる行列の一つランドーリペラヘラには ビッシュヌ心臓を乗せた像も加わる。奈良のべ展から、聖戦版日本国語大辞典小学館。AB、皮質、ひひもから、聖戦版日本国語大辞典小学館。ひひも店ブリタニカ国際大百科辞典、小項目辞典、2014ブリタニカジャパン。浄土三部教場41ページ、ジョイひも店。新古都ペンモン。四日。即会持ちリ 既婚次長、奈良延辺天蔵高校用語辞典、2011年9月30日閲覧。ありがとうございます。